どうも、アキです。英関クロスやっていきましょう。さあ、ということで、公式ツイッターで発表がありました通り、明日、大型アップデートがやってきまして、なんと、ハイノーマルクラスの上位クラスがついに解放されるみたいですね。リリースされてから約3ヶ月、4ヶ月ぐらいですかね。はい、ついに、新しいクラスの解放がやってくるということで、非常に楽しみにしております。まあ僕も年末に来るだろうと予想していたので、まあ予想通りでしたね。はい、ハイノーマルクラスの次のクラス、おそらく年末に来ますよと、1ヶ月前ぐらいに動画を出しましたが、まあ予想通りのタイミングで来たということで、本当に楽しみです。まあちょうどそうですね、自分の手持ちだと、このコンボまでは取り切りたいなっていうところが、なかなかハイノーマルクラスのマックスの状況だと、まあめちゃくちゃうまくいったらいくんですけれども、まあちょっと余裕がなくてですね、これで本当に、自分がしたい育成ができるようになるなというところでございます。でですね、今回の動画ではなんとガチャを引いていきたいなと思います。そんな話をね、していましたが、まあ、自分のこう作りたいチームっていうのを考えた時にですね、どうしてもこの東条を一回解放させたい。はい。最初の10連で東条を手に入れることができたんですが、どうしてもこのね、東条を解放させたいということで、今回は、こちらのデビュースカウト、東条小次郎、東条ガチャを、PSR が出るまで、まあ、あくまで東条のという意味ではないんですが、今カウントも37回になってますし、PSR が出るまで、ガチャ引いていきたいなと思っております。はい。で、この東条なんですが、解放1回するとどうなるかと言いますと、自分、育成開始時の初期能力アップ。これ普通に嬉しいですね。で、パワーヒアーチその15%。これもめっちゃ、てか、これが一番嬉しいです。で、パワーの自分の成長率アップということで、ですね、まあ、ガチ育成する時の2年目に、まあ、5年計画で言うと4年目に、基本的に東条は入れることになります。で、そこの野手の枠をめちゃくちゃ考えていて、まあ、いろいろ考えた結果、結論が自分の中で出ました。おそらく最もいいのは、友沢、東条、そして天音。これだろうなと思ってます。僕、友沢を持ってないので、まあ、友沢をなんとか黒いスカウトで、持ってきてですね、東条、そして天音と入れられた時に、おそらく一番強いチームができるんじゃないかなと思っています。というのがですね、それがですね、理由を説明しましょう。はい。まあ、主にコンボにありますね。基本的にやはりこの5ツールプレイヤー、これをですねしっかりと満たすと、コンボがかなり、上昇します。これハイアベレージ集団ミート C 以上が7人以上かな、筋肉集団パワー C 以上が7人以上、激走集団パワー C 以上が7人以上、強肩集団っていうのは肩 C 以上が5人以上で、鉄壁の守備集団守備 C 以上が5人以上っていうものですね。まあ、なので基本的に補給を除くオール C っていうところを目指していくんですけど、それプラスアルファで、新ハイアベレージ集団っていうのがミート C 以上でアベレージヒッター。で、もう一個上がミート B 以上アンダー製造機。B 以上でアンダー製造機。で、同じく筋肉系もパワー B 以上でアーティスト。で、この激走集団っていうのが走塁20丸以上で走力 B 以上。おそらくね、ハイノーマルクラスの上のクラスが来たら、ここまで狙えるようになると思うんですよね。で、特能云々っていうのを考えてた時に、アンダー製造機を教えてくれる友沢、アーティストを教えてくれる、東条、そして、走塁丸、まあ、高速ベースランですね、を教えてくれる天音。これがいれば、ここがマジで可能性あるぞと。はい。まあ、さすがにこの、新強肩集団とかっていうのは、無理だと思うんですけどね。早急丸の底にさらに守備職人ってのは、ちょっとさすがにきつすぎるんで、あれですけれども、まあ、今まで100で考えていたものが200にね、コンボがそれぞれなるんで、まあ、300コンボが伸びるわけですよ。で、東条一発目使ってみた感じ、アーティストかなりつきます。ただやっぱ 15% があるとかなり余裕ができるんで、まあ、そこですよね。はい。やっぱ PSR で筋トクが 2% で、アーティストとアンダー製造機ってそんなに重くないんですよね。なんか意外にも。そこまで重くないんで、つきやすい。割とね、パッとつけれるっていうところもあってですね。
しかもまあアーチスト、アンダ製造機全員持ってた、ただ単に強いですよね、チームが。はい、というのもあります。ということで、ぜひここで東条を解放して明日を迎えたいと思っております。そんな感じでいきましょう。まあ今の説明でね、まあアーチストの強さというか、まあまあ現状アーチストを教えてくれる中で一番強いキャラクターですよ。で、PSR でアーチストを教えてくれるっていうと、まあ、しばらくは登場を出して出ないと思うんですよね。半年以上出なくてもおかしくない。まあ、1年出なくてもおかしくないということで、まあ、ちょっと貴重ですよ。これ本当に。はい。ということで行きましょう。まあ、アマネはまあ、もう本当に近いうちに幻突5回になると思います。多分明日にももう2回目ができて、まあおそらくもう1月2月中にはマックスのね限界突破のアマネが完成すると思われるんで、そういう意味ではね、はい、友沢マックス幻突アマネマックスってなると、東条も解放せめて1回はしときたい。お願いします。もう悔いはないです。というのもあのね、石もかなりプレゼントボックスにも溜まってて、もう引かないとどうしようもない。ちなみに毎日無料ガチャと優勝50回っていうのを微妙に課金してね、優勝50回っていうのを毎日引いてたんですけど、まあ出なかったけど、まあでも PSR カウントがかなり溜まったんで、はい、まあ、基本的にこれが50回になった時に確率的にはちょうどね PSR が1枚出るという 2% なんでね、はい、でそっからさらに1回ずつ 2% 上がっていくっていうところで、まあそんなにかかんないはずだけど、 PSR 出るまでこの無課金石の方をねぶっ込んでいきます。お願いします。一発目はなしか、何もなしか。びっくりって何なんだろう、エース的に。あ、びっくりは何もないんだ。いや、渋いけどね、分かってますよ、こんなもんだっていうのはね。まだまだいきますよ。年末にもあえて石が残るという計算のもとやってますから、これは、まあ、30連は確保してきた。あら、やっぱ30連いくか。30連は普通に確保してきたから、やっぱ30連いくな。前これ同じようなことを二次谷の時にして、もう最初の10連で出したんですけど、ね、まあまあまあそんなに甘くないことは分かっているよ。さあここで出てほしい、さすがに。よし、やっぱりね、まあ、確率的にはここだと思ってました。さあ頼む頼む頼む、マジで頼む、マジで1回だけでいいから解放させて。おお、このね、千賀くんもね、ラットマシンでね、友沢のお供にいいんじゃないか説が出ているんですよね。はい。友沢の下の世代とかで入るかもしれない。頼む頼む頼む、おっしゃー、イエス、タガスクリニック。いや、ちょっと、先週、風邪ひいて喉がもうこれ、声でわかるかもしれないんですけど、喉めちゃくちゃ痛めてるんですけどね。思わず大声を出してしまった。イエス、タガスクリニック、覗いてー、やった、これはマジで嬉しい。もう僕の狙い通りになった。やっぱりね、これ、解放もちろん5回までできるわけなんですけど、1回目が一番でかいんよな、正直。一発目でこの金とこの 15% アップが来るんで。まあもちろん個別練習性格ボーナス 100% とかもでかいしね。あれやけど、まあスカウトの上昇とかいらんし、まあ試合 3% まあまあありゃいいけど。まあやっぱりさっきのタッじゃないや、あのコンボをね、こう上のものを取り切るって考えると、やっぱりここのまず一発目がでかい。まあ、もちろんね、4回目まで行ったら最高だけど、まあまあほぼほぼ無課金みたいなやり方をしてるわけですから。あ、危ない、 A 感パワー上昇に使うとかだった。危ね、喉が死ぬぜ。はい、ということで、まあね、まあほぼほぼ無課金みたいなプレイをしていて、まあ今までで一番石使いましたわ、正直このガチャに。けど、何の後悔もないですね。はい。また年末は年末でこれでガチャを引けばいい。そしてこの栄冠クロス、かなりね、石がくれる印象があります。また年末もなんかたくさんくれそうなので。はい。よかったです。ということで、今日はもう一本動画出します。ハイノーマルの上が来るっていうのを、まだ知らない間にね、5年計画の栄冠クロスを1本取り終わっていたので、まあそれの最後を出したいと思いますが、アップデートが来てからはまたね、はい、ハイノーマルクラスの上のクラスで頑張っていきましょう。そしてですね、先ほども言いましたが、アマネが近いうちに貫突になります。使いたいという方はね、ぜひこちらの ID フォローしてください。今のうちにフォローしておかないともう枠がいっぱいになっちゃうんでね、
まあ、いずれこの監督するアマネをおそらくリーダーにすると思いますんで、使いたいという方はぜひフォローしてください。アマネはだから強いです。普通にガチ育成に入ってくる感じですね。はい、いや多分ねアマネ今後も一生使われるキャラクターだと思うんだよな。まあ、みんないずれ貫突できるっていうのもあるし、まあ、ただ今のところはね、フレンドが多い人から順にっていうところでしばらくはなかなかっていうところはあると思うんですけど、ただあまり1個だけ残念なのはね、固有ボーナスっていうのがないんですよね。まあこれ無料でもらえるからだろうけど、まあでもそれがないだけで十二分に強いですね。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。